はもともとそうなんです。少し広げたの？広げました。で、その時の図面も一応用意してみたんですけど、で、ここの上が2階になるお越しいただいてありがとうございます。ですね、今日は一応内覧会ということなんですけども、まあ、工事始めてしまうと現状の状態がこう見れなくなってしまうので、その前にまあ、ちょっと解体した跡というかですね、こう剥がした、まあ、ありのままの状態をちょっと一回見てもらったらどうかなという形で開催をしております。昼間のカフェ営業の際には一応今の段階でココアの専門店をやっていこうと思っております。で、こちらのお店の名前を、まあ、これちょっと関連付けがあるんですけど、ここでつながる人の輪っていう意味で、ココアという名前にしています。で、まあ、メニューも同時に考えてまして、じゃあちょっとこれでメニューをココアにしたらちょっと面白いんじゃないかなっていうのも一つあります。でもう一つは、まあ、結構川越ってグリーンコーヒーさんをはじめコーヒーポストさんとか結構コーヒーとかとして栄えてきた場所ではあると思うんですけども、まあ、家自体も結構小さいので、同じくこうコーヒーでカフェをやるっていうのもなかなかこう差別化とかどういうお店なのってなった時に特徴が言いづらいなっていうのがまず一つあります。なので少しこう、まあ、ニッチなというかマニアックな方に寄せてやってみようかなっていうのがあります。まずお越しいただいて分かるんですけれども、上が玄関になってます。でちょうど入るところですね、駐車場だったところなんですけれども、小さい、駐車場があります。で上が、中2階っていう形になってまして、これはちょっと高低差を利用した作りになってるんですけれども、まあ、せっかくここに駐車場があるので車を止めてしまうと、まあ、普通のお家になってしまうので、まあ、ここをちょっとテラス席にしていこうかなと。入ったすぐですね、ちょうど窓が作って、まあ、先ほど説明したところなんですけども、そこに、マントルピースですね、ちょうど今台に使っているんですけど、素敵な暖炉がこのお家もともと入ってまして、これは絶対使いたいっていうことで、玄関入ってすぐですね、実はこの土間の大きさなんかもこれに調整してまして、ちょっとぴったり入るようにしてます。はい、なので狭いですよ。で、ここの奥ですね、ここが洗面になってきます。ちょっとかなり狭いのであれですけど、で、2ボールを置ける洗面にして、扉はこう取るっていうような形 でそのさらに行くと奥に行くと一応シャワー室っていう形でなっています。まあ、よろしかったらちょっと中覗いてみてください。まだちょっと昔のお風呂が入ってる状態なので、でそこは、シャワー室と脱衣室っていう形で、トイレもそこの横についてます。でそこもタイルがついてるのでなかなか雰囲気のあるトイレになります。と、廊下があるんですけど、収納の一部を使って洗面台と、あとはまあ、ミニキッチンみたいな括りになるんですけど、冷蔵庫とカウンターを置いていくっていう形で、玄関はすごく大きい吹き抜けがあって、上にはこうステンドグラスがあるので、まあ、この辺もすごくこの物件の特徴かなと思います。クラウドファンディングって多分ご存知の方はこちら多いかなと思うんですけども、インターネット上でですね、こんな事業をやりたいんだけど応援してくれる人いますかっていうような、まあ、呼びかけですね。で募金を募るような、まあ、システムになってます。で、こちらでもちょっと挑戦したいなと思ってまして、こちらにあるんですけども、8月からですねやっていこうかなと思います。まあ、絵を描いたりする人がいるんですけど、その人とちょっと今共同で、企画を進めている段階で、オリジナルの商品ですねをちょっと作りたいなと思っています。はい、であとはオープニングイベントなんかもやりますので、その辺もちょっと特典に盛り込みたいなといろいろ考えております。ワークショップ基礎切れちゃったからな、この間な。ちょうど1週間前に30人ぐらい来てもらいました。30人も来たの？30人来ました。
ね、軽装度の部屋と漆喰の部屋と分けてね。1階の壁のところだけに軽装。あ、そうなんだ。漆喰もほとんど似たようなもんだけどね。これ天井はどうすんの？天井は、うん、クロスは入る、張り替えるかな。あ、そうなんだ。ちょっとコアだけは難しいな。あ、アルコール入りのここ
コア出してそうですね、それなんか夜出したいあれほら、キルパインが結構酒のいろんなの出してるけどさ、ちょっと参考にしてみてもいいかも。コーヒーと関係なくお酒出してる。いやいや、ブレンドで。コーヒー焼酎とかありますか。あ、その部屋でも出してるけど。今だってほら、小江戸ビールも出したじゃん。結構カカオニブでなんか一緒に。ビールコーヒービールもある。そう、コーヒービールも出してる。会ったことある？洗面所っつうか、シャワールーム。シャワールームはまだできてない。あれです。壁とか塗ってない。一応見れますけど。あ。こんな感じですね。あ。近すぎちゃうね。近すぎちゃう。こんなに塗るんだ。あ、そうです、塗ります。今ちょっとダサいんで。何塗る？やっぱしっくりかなんか、うん、そう、迷ってるんですけど。この上から塗っちゃうの？いや、なんかこの上から塗っちゃうと剥がれちゃうみたいで、だから下地で多分一回削って、で下地を塗って。タイルは剥がさないんだ。そうです、タイルはもう剥がすのが大変なので。剥がさない。結構簡単だぜ、タイル多分。その辺ゴミが多いけどね。上の棚、ここの窓は結構ポイントです。ポイントだろう。まあ、ね、通常カフェだからなんかこじゃれた感じが。非常に一緒に回したいっていうか。え？ちょっとぐしゃぐしゃです。あんまり変わってないか、まだ。あんま変わってねえな。少しは進んでるのかな。これ塗らないんだ。本日はご集まりいただきありがとうございます。一応ここの、まあ、オーナーというと堅苦しいので、企画とあと建築と、まあ、営業担当みたいな感じで、まあ、結構幅広くやってます。で、本業は、建築士で、東松山の育ちです。川越には、5年前に来ました。で、大学も建築系を出てまして、去年の、9月まで住友林業というところで、新築の戸建て住宅の設計をやってました。で、今年の1月からゲストハウス作りたいなって思って、発動し始めたっていう感じです。あ、7月に結婚したんだ。そう、前で組んだ月にだよね、実は。え、そうなんですか。まあ、あの時はもうぼやぼや嫁に。どうもで、今ちょこっと出てきた奥さんです。多分、あの写真が何これ買ったのとなって。はい、あの運営経理やってます。意図的ですね。絶対意図的ですね。あれ書き忘れたね。趣味は旅行と御朱印集めって書いたんですけど、あのテニス部だったんで、ソフトテニスやるんで。一緒だ。誰か。ここではできない。毛のせいか、その写真なんか半開きじゃねえ、目が。あ、バレた。その距離からバレたらみんなバレてますね。違う、今アップにしたからと。あ、そうです。太田のお気に入りの写真。まあ、半目が。
についてっていう感じでちょっと触れてみようかなと思ってます。川越ってどんな場所って聞かれた時に僕はもう大体こうキーワードを求めるのが好きなんですけど、蔵と芋とうなぎがある方で合ってます。大体合ってますね。間違ってない。よかったら使ってくださいね。で歴史はまあいろいろありますけどちょっと端折ります。で観光客数は、一応これ市役所が出してるものなんですけども、公式でいくと730万人を去年越しまして、僕が調べた中では長崎県長崎市と同じぐらいの、観光客数が来ているような場所です。なんか僕らからすると修学旅行で行くような場所っていうイメージがあったので、なんか結構すごい観光客だっていう実は印象があります。でまぁ、ちょっと新しくですね、環状線が通ったりとか特急、川越特急できたりとか、今いろんな追い風もあって川越盛り上がってきてるなっていう感じも受けてます。でただ、ちょっと真面目な話なんですけど、観光として、実は滞在時間がすごく短くて、日帰りで来られる観光地っていう歌い方をされてるぐらい、夜5時になっちゃうとみんなさーっと気象のようになくなってしまうっていうのを、ちょっと不思議というか、経済効果が薄いんじゃないかなっていうところと、あとはそれに伴って宿泊施設が少ないので、宿泊のハードルが高くなっているっていうのが実はあります。なので、ゲストハウスみたいなもうちょっとこう川越の人たちと触れられる場所があってもいいんじゃないかなっていうのが、最初に思ったところです。これでいくと僕たちのところはドミトリーではなくて個室タイプを作ってます。結構いろんな、なんていうんでしょう、一緒にグループで来られた人たち以外も混ざり合うのが一応ドミトリっていう感じでなってるんですけど、僕たちのところは、個室をメインでやってます。なので部屋に鍵がついてます。でゲストハウスを作ることによって、宿泊してもっと長い時間朝と夜の川越の魅力を感じられるんじゃないかっていうのが、最初に思ったところです。で、ここからが僕たちが作る内容なんですけど、簡単に言ってしまうと女子会が気軽にできる場所っていう形で歌ってます。で僕だけがそれを言ってると、変態みたいなので、なのでマスコットの奥さんがいるっていう感じになってます。マスコット兼運用です、運営です。一応メインターゲットとして挙げてるのは北関東に住んでいる、20代から30代の、女性グループっていう感じです。で、これを作った根拠っていいますか、着物文化だったりとか氷川神社縁結びの、あやかろうっていう動きもかなり多くてですね、こういった人たちがもっと楽しめる場所があったんじゃないかなっていうのが、コンセプトの感じです。で実際に年間でいくと、7万人ちょっと前の数字ですけども、110万人ぐらい来てるんじゃないかなっていうのが計算です。で、これ意外と知らないんですけど、川越に観光に来る人たちがどこから来てるかっていう統計で、実は埼玉県内が全然ダントツトップらしいです。で、さらに調べたんですけど、その中でも埼玉市が一番多く川越に来てるっていう統計があるみたいです。で続いて東京、神奈川っていう感じで、やっぱり関東が多いなっていう印象ですね。これがコンセプトです。なので、今日来ていただいたらなんとなく感じてもらえたかなと思うんですけど、綺麗でおしゃれでアメニティを充実させたいなっていう感じで作っております。で一応機能なんですけども、宿泊とカフェ、あと夜は、宿泊者をメイン対象としてバーをやりたいなと思っています。でワークショップを打っていきたいなっていうところなんですけども、中身としてはやっぱりターゲット層に合った形でワークショップをやっていこうかなっていう形で考えています。で建物の使い方っていうところで、これがまず旧図面ですね。今ここにいらっしゃるところはリビングと和室っていう形で2つに分かれています。ちょうどその、カウンターの端が実はそこに入っているんですけど、
ここで区切られてて、で奥が和室で、和室が6畳あって、小さいおりんご立つがあったんですね。で収納がこうあったりとかっていうなってたんですけど、ここの部分でこう区切って、ここも収納があったところに今レジが作るというような感じのパリコになってます。で2階は水回りだけ出しました。で、あのビルガリンガレージ、ガレージですね、あのいやもうどうせだったらこうテラス席にしようっていう形で今考えています。あのここにあのテーブルとかですね、あのベンチみたいなのも置いて、であのここのキャパシティがあんまりないので、そこも使ってもらうっていう形で一応考えています。まあこの素敵なお家をですね使ってもらえるようにしたいなっていうのが僕らが言って、で先ほどで、まあ、ここの使うイメージなんですけど、まさに今見ていただいているものがこのこれですね、これスクリーンですね。これ実はあの後から来たかったのが初めてで、ここに一度取り付けをしました。こんな感じになってます。で、宿泊じゃあ一体いくらで泊まれるのっていうところなんですけど、ここの数字ですね、2人で泊まると大体まあ4000円ぐらい、4000円ちょっとぐらいで泊まれます。であの一番大きいあの部屋 C って書いてあるところが一応8畳で4人泊まれるので、ここの部屋は4人泊まってもらえると、3400円ぐらいで今設定してるんですが、まあ一応これをベースにやってみようかなっていう形で。で、僕らはコンセプトとしてグループでこう泊まってもらいたいので、一人で泊まると、まあ、ビジネスホテルとかは泊まらないかなっていう気分をしています。あのいざ蓋を開けたら高くなっていくかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。はい、ここまで至るまでのスケジュールですが、結構ですね、物件が決まってから着工してこの辺がすごいワクワクしまして、なんかちょっとジャイアンチックなんですけど、ちょっとやりたいかなと。あのこれゲストハウスができたらやりたかった曲があって、それをぜひやってみようかなっていう、好きなタイミングでいいんで、あのいやささって言ってください。いやささはいどうぞ。お願いします。ココアさん、おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。マスヤさん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、そうか、誕生日か。すごい、すごい。はい、おめでとう。ありがとうございます。遅くなりました。すみません、改めまして、ココアのオーナーやってます、太田と申します。こちらの、まあ、前回もあのお話加えさせていただいて、民泊ですけども一応11月1日から開始することができました。まあ、僕らのやってるところとしては、まあ、まだまだ、
開業したばっかりなので、あの様子を見ながらっていう感じでやっていくんですけども、まあちょっと違う、いろんなあの皆さんと違ったコンセプトでやったりもするので、協力して川越の、あの、まあ、宿泊文化というか、をちょっと盛り上げられたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。ちょっと土足にしちゃったよ。どうかですか？そう、どうか。一応ね、これで携帯で撮ってるから映り悪かったらまた夜来るけど。じゃあ上上がっていい？大丈夫。あ、まだこんなになってんのか。このぐらいやってしまえ。え？おお、物が入った状態で見るのは初めてだからな。結局天井も何もやってねえのか。クロス屋さんを紹介してください。いいよ。いいけど、もっと早く言えよ。ちょっと資金繰りが。ここがちゃんとデッキ上がってから初めて来たからな。初めて来たっていうか2回上がってないからな。上がってないっすね。デッキ上がってから。で、あ、ここも資格なんだっけ。あ、ここあれか、スタッフか。へえ。あ、つける。まあな、物が入ったぐらいで。でもいい感じだね。ベランダ特にいじってないの？ベランダはいじらない。そこの部屋余った板敷くとかできねえの？ベランダに。ちょうどよければ。こっちからも出れんのか。うん、そうだね。あ、そうだね。つうか、ねえ、行き来になっちゃうからね。覗かれちゃうもんね。コーヒーを超える深みのあるココア。ココア専門店ココアさん。川越。川越です。大人のココアということ。ココアを飲みに川越まで。そうなんですよ。これできるようになったら大人だね。ちょっと川越まで。埼玉県川越市にあるココア専門店ココア。ココア好きの有志が集まり、自分たちが飲みたいココアのアイデアを出し合ってメニューを作る珍しいお店。